この契約の達成条件は3日後の日没までにサンゴの海にあるアトランティカ記念博物館からとある写真を奪ってくること。俺たちに美術品を盗んでこいって言うのか？いいえ、美術品ではありません。奪ってきてほしいのは10年前撮影されたリエーレ王子の来館記念写真です。王子の記念写真？博物館の入り口近くに飾ってあるもので、歴史的価値など一切ない、ただの写真パネルです。拝借したところで大事になったりしません。じゃあなんでそんなことをさせるんだぞ？それなりに難題でないと勝負にならないでしょう。あまり簡単な条件では僕が損をするばかりですからね。こちとら事前事業じゃないんですよ。アトランティカ記念博物館はサンゴの海の国宝である銀の紙すきや重要文化財、人魚姫のコルクオープナーなどが20個も収蔵されていることで有名な観光名所です。海底で一粒の砂金を探すような話ではありません。そういえば俺たちもエレメンタリースクールの遠足で行ったっけ？ちょっと待てよ、サンゴの海って国は国自体が海の底にあるはずだろう。エラもヒレもない俺たちには滞在することすら難しい。こっちの条件が厳しすぎるんじゃねえのか？そうだそうだ、俺様は水の中じゃ息ができねえんだぞ。その難問を自分で乗り越えてこそでしょうと言いたいところですが、ご安心ください。君たちには水の中で呼吸が可能になるこちらの魔法薬を差し上げます。海の魔女も人間に恋した哀れな人魚姫に陸を歩ける足をつけてあげたそうですから、大切なのは慈悲の心ですよ。さあどうします？僕と取引し契約書にサインしますか？僕も暇ではないんです。早く決めてください。さあさあ、いいでしょう。ではこの契約書にサインを。確かに頂戴しました。これで契約は完了です。3日後の日没までにアトランティカ記念博物館から写真を奪い、僕の元へ戻ってくることができれば、僕のしもべである225名のイソギンチャクたちの自由を約束しましょう。でももし奪ってこられなければ、オンボロ寮は僕のもの、そしてあなたもまとめて僕のしもべになってもらいます。ジェイド、フロイド、お客様のお見送りを。3日後を楽しみにしていますよ。ほう、ここがオンボロ寮。中には初めて入りましたが、なかなか趣のある作りですね。学校からも近いですし、モストロラウンジの2号店にぴったりの立地です。ここゴーストが住んでるんでしょ？面白そうでいいな。で、おめえらはなんでここまでついてきてるんだぞ？だってこの寮を担保にアズールと契約したじゃん。ほら、あなたは他の皆さんと違い、契約時に能力を預けていただくことができませんでしたから、代わりにこの寮を没収させていただきます。にゃに、お約束を果たしていただくまでこの寮は一時的にアズールのもの。したがってお二人には直ちに退去していただかなくてはなりません。身支度を整えるくらいの時間はあげるからさ。正式にここがアズールのものになった際は、私物は全て廃棄させていただきます。そのつもりで身支度なさってくださいね。大丈夫だって、3日後の日没までに写真を持ってこられたら全部返してあげるからさ。